はい、ということで今回ですね、流通経済大学附属柏高等学校のサッカー部に体験入部ということで、なんか疑問系になってますね。いや長いからさ、はい、間違ってるやつだなと思って、あってますよ。体験入部ということで、はい、さっき笑ったんですけど、千葉県といえばね、もうほんと激戦区、流経柏、市船、三戸、八千代とかたくさんの強豪校がいる中で、はい、まあ、選手権千葉県代表になりまして、その選手権前ということで貴重な時期に体験入部させていただけるということで、早速行きたいと思うんですが、はい、まあ、流経柏といえば林明宏選手だったり、はい、大前元気選手だったり、はい、ジャーメイン亮選手だったり、はい、その他にもね、たくさん数々のジェリガーを輩出してるということで、はい、もう本当ね、強豪校の中での強豪校ということで、今日はね、どんな感じかちょっと体験入部したいと思いますので、頑張っていきたいと思います。はい、今日ね、一日、練習参加してもらうことになります。はい、皆さんこんにちは。よっしゃ。まあ、選手権前の貴重な時間ということで、本当にあの僕としてもありがたいですし、千葉県のこのね、あの激戦区の中で勝ち抜いているっていうところの、まあ、強さの秘訣みたいなのも体感したいですし、まあ、本当に視聴者の方っていうか応援してくれる方々もすごい注目してると思うんで、まあ、一緒に練習しながら、まあ、選手権前にね、いろいろなものを感じてもらいながら、僕もたくさん感じたいと思うので、短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いします。いってきます。はい、もっと早く。ナイスです。
一緒、ボールのスピードを使って、はい、多少広くなってもいいから7メートルぐらい目安に、はい、1分2セットだけ4に入れてから4セット。腕見た？見てないです。サイドチェンジとかさ、そういうのあるんだけど、例えばディフェンスよって寄ってで逆入れて、これ入れて満足する選手がちょっと多すぎるよ。例えばサッカーのサイドチェンジのシーンで言えば、相手寄せて、相手寄せてね、サポートして、橋本空が、サポートして、那須さんもじゃあ近い距離にサポートして、まあ、相手寄せて、相手逆に入りましたね。当然当たり前だけどディフェンス頑張るじゃん。ディフェンススライドして相手、ディフェンススライドしてだけど、こっちで関わったオフェンスがあっちに変えただけで満足して、ディフェンスだけスライドしてたらあれ苦しいよね、白チームが。だからくさび入れた時に中盤の選手が押し上げるとかサイドバックが関わるとかもそうだし、縦も横もやっぱり変えた後にもうワンプレー、もうワンプレーって関わり続けないと結局カウンター受けるリスクが増えるだけだ。だから長いボール入れた後にもうワンプレーっていうのを必ず大事にしよう。また最後、よっしゃ、今日の今日のよい、ゴーゴー、出足、出足、はい、見ろ、こういう時しっかりサポートして、はい、ナイス、ナイス、バスさすが、おい、おい、ハンターやないか。はい、プレイ、はい、中村、はい、行くよ、あー、左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 、ボール中継、ボール中継、プレイ、はい、ササッチ、はい、戻ってディフェンスはとにかくプレッシング、プレッシング、はい、行くよ、はい、しろ、行け、よし、行け、仕事、ディフェンスの役割持ってよ。ファーストはお前強くいってるだけだぞ。いや、うまいね。はい、ナイス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 、いや、すごいコーチングしてくれてる。お前ら勉強になるよ、お前、こうやって切り替えた。あと守備はどうやって取るかっていう数的不利なんで、取りどころ、攻撃はボールキープした。ダメ、大丈夫、大丈夫、はいはい、見ろ、はいはい、ナイス、素晴らしいチームレッジ、はい、ナイス、マジで、はい、まあ、ナッサンをしっかり落とす、グッ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 グ後で説明します。切りが、切りが、はい、あー、ナイスだ、グラ、グラ、アイス、アイス、はい、逃げろ、逃げろ、
もう一回外れねえな、ほんとに。あー、入った、やれー。おー、はい、まだ入った時に、結局これ大変なのは、ボールとマーカーを両方見なきゃいけないってことです。その時に攻撃の方が、はい、背中取って、そう、そういう時にこういうところに動いてほしいわけです。ボールを取られない位置とかにボール持ちながら見て、そう、背中取って、相手の背中取って、逆取ってるやつにボール譲ってあげない、入らない、どこでマーク外すのって。今ここは攻撃方向ないんで、要するに相手の背中、ディフェンスの背中入った時にクッて逆取ってあげない、その時にそれパスが入っていくと点数入る。ディフェンスの難しいのはマークとボールを両方見なきゃいけないことなんです。はいはい、続き、いいよいいよ、まずこれ、まずこれ、はい、後ろ、後ろ、背中、後ろ、関わりないか。クマ、クマ、ガク使って倒せ。クマ、ここでいい。ガク、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 ガ、足取りが重い感じがします。いや、いつもです。いや、これさあさあ、はい、いや、上手い選手多いですね、本当に。ちょ、動きなさっていうか、はい、動きなさの切り替えっていうか、キレがいいというか、スペース見つけるのも、はい、うまいし、あれなんか、一人でも裏取りできるし、スルーパス受けると、ね、受けては、動き出しで、人に剥がす、持ち手は顔を上げて、その、一個の、こうするって。バーディー、それとは今のそのポジショニングいいんだけど、そしたらステップみたいボールが、はい、ナイスナイスナイス。なんでそっちが余裕がない状況でもプレーできるように、ここは練習してんだから、余裕がない状況をわざと作ってるね。だってフォワードだったらこうやって浮き球入ってきたらマイボールしなきゃいけないんだ、これ。それをこれでフォローにしちゃったら何の練習にもならない。もっと言ったら、そう、インターセプトされちゃうでしょって。無理な状況、ああ、そこに余裕持て、ああ、はい、今の分かってんな、カズマちゃん、ボール、そう、収まれよ、そうそうそう、ちょっと余裕ない状況でも見ろ、ここで見ろ、ああ、そう、うまい、
から、はい、あの狭い局面で数的優位だったり動きをして剥がすっていうのがね今やってましたけど、はい、どんどんあの攻撃が良くなってきたら今度ねやっぱ守備が点決められたら守備の質を上げるっていうのはでも難しい練習ですよね。はい、ね、おーナイス走らまだ一人間こう一人間クーガクーガ対応クーガナイスおーおいおい中村ゴーいや1どこ取れゴーいやいやいやー割れないナイスナイスオッケー仕掛けていいんだよ見ながら見ながら行きましょう行きましょう一連空いてる一連空いてる両方だよナイスー今小判長一連空いてる横に一連さんの練習で、はい、やっぱ守備が3なんだけど数的不利なんだけどこういう数的不利の中でうまくこう我慢強く守るっていう練習とまあ、攻撃は数的優位なんですだから、はい、動きの質だったりドリブル の, この侵入角度だったりあとはこうやって動き出しで動き出しでどうにか剥がすみたいなどこはい出てけ出てけいやー素晴らしいんだおいナイスゴールはい、2カ所はい、はい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 プリンスだな。すごいですね。すごいすごい。チーム内競争で。C がこの前2部で優勝したんだよ。あの1部に。あ、そうなんだ。だからジェフとか、C の A とか、日体の A とか、奈良市の家賃を全部1チーム。じゃあ C チームだよ。おい、ぼやっと入るなぁ。そうなんすね。部内競争。はい。あもう 豪華な紅白戦ですね。プレミアとプリンスのチームだからね、はい、全然 A が負けることありますよ、ね、あ、そうなんですか、ね、ありますよねカチャントライアングル組んで、リュウトナイスナイス、いい外し方したいやー、来たいいな素晴らしいおいおいおい、あら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 あと3分レベル高いね結構練習ではさ難しい練習してるから、はい、特徴とかあんまりさそんなに多くは分かんなかったけどそうやって見てみるとやっぱうまいねチームとしての完成度もめっちゃ高いで相手がプリンスでしょ、はい、すごいよねただカテゴリー分けしてるわけじゃなくて部内競争もすごいよねチームの層が厚いんですよ層がほんと厚いからさはい皆さんここでやっぱね勝てばアピールできれば一気にトップに行くイコールやっぱプレミアだったりさねそういう上のカテゴリーでできるっていうこれあれなんですかね選手権のメンバーもまだ決まってはないですかまあある程度決まってんじゃないかなメンバー選考は分かんないけどだからその当落戦場に選手がいっぱいいるっていうことなんですかねもうやんなくていいかなちょっとやっぱ見たい単純に見たくなってきたいえいえ内競争がすごいかなここまで層が厚いのは初めてじゃないですか、まあ、山田も
暑いけど、もちろん優勝は2チームでやるっていうのは、でもこの各カテゴリーでね、プレミア、プリンス、県一部、だからこれ本当に大競争めっちゃ激しいね。はい、でもまあ逆に言えばチャンスはあらあらトップまで続いてるってことですよ。プレミアまで続いてる。どうですか、コンディションとか選手権に向けて。プレミア何のか8です。8位だからには選手権に向けてっていう時期になったので、選手権に勝つことだけを考えて練習します。全国的にはどこがこうやっぱ注目されてるか、戦うことも含めて、そのもう出たもんね、トーナメント結構厳しい枠に入って、うん、2回戦で静学で、お準決勝まで行ったら大津で、決勝が山田っていう。なるほど。トーナメントを優勝できたら、うん、本当の日本一だと思う。そこに向けて練習します。なるほどね。行った場所持ってたね。すぐ分かった。初見で分かったわ。ないですか。うん、だからちょっと回ら浮いちゃった次に頑張ってね。 ありがとうございます。お前がバックになって点取れねえからな。何試合終わるって使ったんだよお前。いつだよこの前点取ったの。どれぐらい昔なんだよお前。だから選ばれてんのにさ、それとお前じゃ向こう頑張ってて、もうお前の分、まあ、一石損したじゃん。3本目の選手に必要なの指摘されることじゃねえんだよ。もがかなきゃダメなの。みんな苦しいんだよお前。3本目に出てんだよ、なかなか調子が出ねえ。だけどノーチャンスじゃなくてチャンスがあるんだから。なんだ俺3本目かって指摘されるような選手が1本目で試合に出るわけがないじゃん。結果を出さないからそこにいるんじゃん。那須さんどうですか、一言ちょっと。お願いします。まずちょっと練習参加とかありがとうございました。今は監督言った通りなんだけど、別に3本目とか1本目とか正直関係なくて、ここにメンバーに選ばれたということはそれだけの部員の思いを背負ってるわけよ。でみんな何がしたいってとか、例えば上手くなりたいんだったらここのピッチで表現しないといけないし、俺は負けたくないのよ、どの本数で。プロでも一緒だったし、なってる選手なんか腐るほど言うし。でも俺そういうやつがいたら、そういうやつを巻き込まなくちゃいけなかった。なんでかって言ったら、勝たないといけないから。俺上に来てもだって。だから、あそこで、例えば感情さ、ああ、なんだよ、じゃなくて、なんだよは、味方に伝えないといけない。
なんでかって言ったらそいつを動かさないといけないから、チームとして。で、ドリブルね、こう表現するやつだったら、あそこで切り替えを、スイッチを入れるんだよ。それが評価なんだよ。仕掛けることももちろんその価値だけど、そこで取られて取り返すから、チームがまた、あいつ頑張ってるってなるし、監督の評価になるんだよ。だからそういうね、細部にこだわないと正直絶対にダメ。俺はそういうのを理解してほしい。何のためにやってるかって、指摘されてるためにサッカーやってるわけじゃないでしょ。だから全部意味あがんの、全部意味あがんの。こういう苦しい時がチャンスなんです、成長できる。俺もたくさん苦しいことあった。でもそれ本当にチャンスと思って、この時に表現したらすっげえ成長するから、これはもう確信って俺も言い切れる。絶対に苦しい時に、この苦しい時に踏ん張れるやつが上に這い上がれるし、これサッカーだけじゃない、人生も一緒だから。だからみんなにはサッカーだけじゃなくて、サッカー好きでもちろんやってると思うんだけど、これから人生は続くわけで、こういう苦しい時こそ周りを巻き込んで自分の目的に向かって頑張ってほしいのよ。それで結果的にチームが良くなるから、自分のためにやってればいいよ。自分の表現するためでいい。チームとか考えるとかそんなこと言わないから、そしたらおのずとチームのためになるんだよ。だからそれをみんなが理解してほしい。少ない時間かもしれない、これ結局スタメンだけが出るわけじゃないし、メンバー18人だけが試合やってるわけじゃないし、チームって本当にそういう細部だから、一人でもそういう思いが持った人間が多くいた方が絶対に強くなるから、これは間違いない。だからもう監督の言った通りだと思うけど、俺はここで何を言ってる、まあ、H も変わらないよ。それは何ができるか、その上で判断だったりスキルだったりっていうのがついてくる。まずそもそも戦う前提の、ここにピッチに立って戦うね、ものを持ってないと正直本当に申し訳ないと思うよ。だってたくさんの人がこのチャンスを狙って監督からね選んでもらってるのもあるから、その意味を分かってるし、チームとして本当に A チームの試合だったり見せてもらったけど、クオリティあるところだったり戦う、ね、部分だったり、でこれを本当にこのいるメンバー全員で理解してほしい。そしたらもっと大きな力になって、大きな輪になって、本当に選手権躍動できる。本当1分1秒無駄にしないで、置かれた立場で自分のできること、何が目的か考えながら、やったら必ずその先に頑張ってください。本当に短い時間でしたけど、ありがとうございました。ありがとうございます。吸収したものを、まあ、ちょっと目標に生かしつつ、引き続き人生にもしっかり生かしていきたいと思います。本当にありがとうございました。助け、ありがとうございました。レイ、よいしょ。教員は指導者やったじゃん。いやいや、いいよ、いいお話。はい、これはやっぱりまだ話してないですけど、彼らの中から勝つためにはどうすればいいかとかね、相手のミスにつけ込む、はい、マインドがやっぱり勝つためにはどうしたらいいかって、やっぱ内容が良くないと勝てない。いいサッカーした先に勝てる、そのマインドに変えたいんですよ。内容はいいから勝てばいいんだよ、じゃなくて内容がいいから勝つんだよ。単純な話、はいはい、今何が必要なんだよっていうのを、そういうサッカー選手になってほしいな。分かんないって言わないでほしいな。分かんなかったら分かんないなりに自分から聞いてほしいですし、拍手を起こしてほしいですね。いや本当そうっす。いやでも本当マスさんではこういう活動絶対繋がると思います。はい、あーやべえ、ごめん。みんなの強豪校がこういうことやってるから、続けてほしいな。はい、努力して体力を続く限りまた、はい、ぜひ、ありがとうございました。はい、どうも。